石燕の章、深淵の中で。ここは。おっと、とりあえず武器はなしだ。なるべく動かないでもらえると助かる。え？あなたは、クロードと、どういう組み合わせよ。聞きたいのは俺の方だ。いきなりあんな魔道に巻き込まれたんだぞ。え、そうよ。あなたの仕業じゃないの。俺たちは気づいたら揃ってこの暗い謎の空間に転がってたんだ。まさか覚えていないとは言わないわよね。あなたが豹変して仲間を襲ったこと、一度は混沌させて捕らえたけれど、目覚めて逃げ出したあなたはやはり別人のようだったと報告を受けているわ。混沌させて？あ、いえ、おぼろげだけど記憶はあるわね。そうよ、ラルバが灰色の悪魔を撃てと。あれはラルバだったの？ラルバ？いつからか声がするのよ、私の頭の中で。頭の中で？おかしな話でしょ。だから誰にも言ってなかったんだけどね。そのラルバというものが突如として牙を剥いたということか。ええ、信じてはもらえないでしょうけど、そういうことだと思うわ。私から言えるのは、ここにはラルバの謎の術で引き込まれたってことと、どうやら今の私の中にはラルバはいないってことね。いない？どういうことかしら。自分の中に存在を感じないのよ。その代わりどこか遠くにいる気がする。遠くってどこだよ。話が漠然としていて正直さっぱりだ。少なくとも今はいつも通りに見えるから、私は信じてあげたいのだけれど。それはともかく、俺たちはこのどことも知れない場所を抜け出せるのか。遠くとは言ったけれど、どうもラルバがいるのはこの闇の中な気がするの。ラルバを見つけ出して術の正体を突き止めれば戻れる可能性はあるかも。それはまた随分と希望的な可能性ね。困ったわ、本当に。ここについての情報がなさすぎて、その希望にかけるしか道がなくないか。そうだな、一度周囲を見て回ろう。何か手がかりが見つかるかもしれない。自分の新たな力。
しいいかしら。やれやれ。いえ。何か言いたげね。せっかく話をする機会を得られたのに、いざ相対してみると難しいものだと思って。俺たちが腹を割って話し合うには少しばかり人が死にすぎた。そうかしら。私はそうは思わないけれど、でもあなたにしてみれば人を死なせすぎた私に割る腹はないのでしょう。だとしたら、あとは交わらぬ互いの道をただ信じて進んでいくだけよ。そういうつもりで言ったのではない。だが結局はそこに帰着するのだろうな。俺は己の選んだ道を正しいとは思わない。だが相応の覚悟を持って選んだつもりだ。私も道を選べているといいのだけど。まあいいわ。こうして口を動かすより足を動かした方がきっと有意義よ。そうだな。だがその前に一つだけ俺の質問に答えてほしい。コーヒー・アンゼルマの母親の行方を知っているか。どうして私にそんなことを。皇帝ならば彼女の行方を知っていると言った者がいた。大方妄言だろうが。そう、私が彼女を最後に見たのはもうずっと前の子供の頃よ。帝国を追放される直前の。その後のことはあなたの方が詳しいのでは。そうか、そうだよな。ありがとう、答えてくれて。さて、まずここを抜け出す方法を見つけなければ。ええ、何においても外へ出ないと始まらな。いきなり揺れたな。本当に何なのかしらこの空間は。立てるか、エーデルガルト。ええ、ありがとう。今ばかりは互いの立場など気にしても仕方がないだろう。そうね、気にしないことにしましょう。ふと昔のことを思い出したわ。子供の頃にね、しゃがみ込んだ私の目の前に急に手が現れて、思わず手を取ってしまった。相手が誰かを確かめもせず。成長していないわね、私も。リミトリ、どうかしたの？いや、俺もいつかこうして誰かに
手を貸してやった記憶があるなと思って。あなたはしょっちゅうやっていそうよね。誰に手を貸したのか全て覚えてはいないんじゃないかしら。あいにくと俺は大事な相手の顔を簡単に忘れられるようなたちではないのでな。さあ、これ以上無駄口を叩いていたら二人に呆れられてしまうわ。この空間を脱しましょう。リミドリ、何をしているの？置いていくわよ。ああ、行こう、エル。そうだな。妙なことになったな。三国の指導者が揃ってこんな場所に。ええ、今頃ヒューベルトがどんな顔しているか心配よ。俺の方は多分大丈夫だろう。いなくなるくらい日常茶飯事だからな。まったく信用のない名手様だよ。そうかしら。逆に信用されているようにも思えるけれど、それに代わりがいるというのはいいことよ。まあそうだな。今の帝国にお前の代わりはいないもんな、エーデルガルト。相変わらず口の減らない。口より足を動かしましょう。俺は同時に動かすとするかね。なあ、仮に俺たち4人が揃ってここを脱出できたら、お前はデミトリをどうするんだ？寄ってたかって撃つのか？人聞きの悪い言い方をしないでほしいわね。あなたはどうすべきだと思うの？そうだな、俺としちゃ王国が残ってくれた方がやりやすいんだがな。このフォドラを帝国と同盟とで分けたら勢いに押されちまいそうだろ。俺たちの目的は中央教会レアさんであってフォドラの統一じゃない。あなた随分と正面切って言うのね。その方が話が早いけれど、私は王国がなくなってくれた方が都合がいいのよ。ファーガス地方と中央教会の関係性は他の地方の比ではないくらいに密接だもの。いくら大司教らを捕らえ教会の上層部を解体に追い込んだとしても、その組織は根を張ったまま残り。ちょっと待て、捕らえるだけでいいのか？お前はレアさんを撃ちたくはないと？むしろあなたは撃ちたいの。全ての権力や武力を失わせられればそれでいいのでは？ああ、いや勘違いしてただけだ。お前はもっと苛烈なものかと。私こそ意外だったわ。あなたはもっと融和を求めると思っていた。おいおい、俺がもっと波風を立てない男ならレスターはとっくに帝国の一部になってるぜ。お前には教えてやらないが、
俺には野望があるんだ。それを叶えるために戦ってる。そこまで言って教えないのはどうなの？器が小さいと思われるわよ。私の野望は包み隠さず示しているわ。このフォドラの不条理を破壊し尽くす。このフォドラのね。何？いやいや、悪くない野望だと思うよ。だからこそ俺たちは手を組んだんだ。お前の道の先に俺の野望が叶う未来が待っていてくれるとありがたいんだがな。そうね、そう信じたいわ。少なくとも今は共通の目的に向けて共闘できているんだもの。私たちの盟約が高級のものとなることを願いましょう。ああ、願おう。そのためにもまずはここを出なきゃな。さて、どっちが手前でどっちが奥だかも判断できない謎の空間だが、もう少し向こうの方に行ってみるか。ああ、そうだな。見る限りあちらの方はまるで様子が違う。どけ！失敗してしまったか。僕の腕もだいぶ鈍ったようだ。ラルヴァ、探したよ。それに忌まわしき十魔の末裔、その指導者たちが計らずも揃っている。またとない幸運だ。悪いが、ここで死んでもらおうか。あなたがラルヴァね。死ねと言われてうなずけるわけがないでしょう。この術を解いて私たちを元の場所に戻しなさい。それこそ戻せと言われて戻すわけがない。そもそもザラスの大禁事は一方通行だ。何人たりともこの永劫の闇を抜け出ることは叶わない。本当か？例えばお前を撃つと術が解けるなんてこともあったりしてな。ああ、出られもしない罠の中に入るなど、死を覚悟したおとりくらいのものだろう。お前がここを出られるとしたら、俺たちに抜け出る手段があっても不思議ではない。そう思うなら僕を切ってみるといい。もっとも、今の僕は幻影に過ぎないが、僕は僕の目的を果たして帰る。一人でね。待って、ラルヴァ。あなたの目的は何？どうして私を操ったの？何をしたいのよ？僕はラルヴァじゃない。僕の名はエピメニデス。地上を焼いた獣を撃つと誓ったただの人間だよ。それに本当に僕の目的がわからないのか。僕は人を、世界をこの手で救うんだ。そのために僕という存在を引き継がなければならない。君はそのための器なんだよ。
器だって。何がどうなってるのかわからないが、予定通り行くわよ。助けがいりそうね。とりあえずやつを追うぞ。待ちわびたぞ。仲間を犠牲にしてまでも僕を追ってくるのか。この手を試してみるか。俺も手を貸そう。私に任せといて。よっ、あれはヒューベルト。偽物こそだとしたら、これも敵の魔法なのか。本物と寸分たがわぬ姿に見えるな。陛下、なぜ敵の視界と共闘しておいでで。消すべき相手は隣にいるかと。どういうこと、本当に。あなたが私に刃を向けるはずはない。もさ、目的のためなら仲間も殺すか。いいぜ、任せとけ。獣の末裔に人と同じ情など期待すべきではないのだ。クラーガ君、もう戦いなんてやめようよ。なんで私たちを傷つけるわけ。くそ、やれんくんだ。万が一にも本物ってことはないよな。せいけ、せいけ。私に任せといて。好きだろ。憎むべき帝国を、長がそこにいるのです。陛下、なぜ切ろうとしないのですか。お前がそんなことを言うはずがない。本物のお前なら理解してくれたはずだ。何だ、悲鳴まで、まるで本物。不安になってくるわね。一緒に戦ってくれ。畳みかけるぞ。ああ、準備を打て。恨めばいいさ。よっと、諦め。隙だらけだ。よっと、よし。そこだ。少し休んでて。やっと、ようやく終わったか。次に誰が現れても不思議ではないわ。これは天意。空間の歪んで天意。ここはどこだ。先ほどまでいたのとは別の場所のようだが、どうやらこの空間はねじれにねじれて、自分の居場所さえ定かじゃないみたいだな。撃たれた仲間の悲しみを思えば、怒りもまた生まれる。おっと、こいつは偽物だと分かるな。
だが他の二人は見分けがつかないぞ。任せてエーデルガルト、あなたたちの負け。この手を試してみるか。自分で自分の偽物を撃つというのはどう。偽物に勝つなかなか悪くないんじゃない。出る自信がないならダメだけれど。なるほど、悪くない考えだ。敵に感謝しなくてはと。幻影とはいえ最も憎い相手を殺させてくれたのだから。この闇は魂の形を捉える牢獄。うつしおから切り離され、少し二度とは帰れない。俺もお前の野望を叶える好機じゃないか。なんでおとなしくしてるんだ。お前が俺なら分かってるだろう。運を天に任せるのが嫌いなんだよ。私が二人いたら都合がいいのよ。あなたもそう思う。ええ、それには同意するけど、自分は信用できないもの。強くなるほど死は遠ざかる。自分が死ぬのを見るのはいい気分じゃないわね。おっと、交代か。許さねえ。待ちわびたぞ。終わりだ。もらった。いいぜ、任せとけ。よっと、しまった。協力した方がいいな。畳みかけるぞ。ああ、準備ができてる。恨めばいいさ。なんというか、双子の兄弟でも殺した気分だよ。よし、これで偽物はいなくなったな。ええ、そう見えるわね。ともかく幻影だとはっきりしたの。何が出てこようと黙って切ればいい。またか。今度こそあいつがいるといいが。出番だな。よし、早く奴を探せよ。この空間に対応してきている驚くべき4人だな。私に任せといて。では手はず通りに動こう。私の出番？さあ犠牲になってくれ。世界のために、命をつなぐ者たちのために。気をつけて。よくここまで来たね。僕の運命共同体。あなたはラルバじゃないんでしょう。いえ、たとえそうだとしても私は戦うわ。ここたとえ僕を滅ぼしたとしても、この闇を出ることは後はないと思うの。任せなさい。時間が欲しい。待ちわびたぞ。困ったな。こうなったら切り札を切るか。
私の出番。足を引っ張り合っている余裕はなさそうだ。梅雨払いは任せたわよ。任せてエーデルガルト。あなたたちの負けよ。死力を尽くせ。攻撃が通らないだ。では手はず通りに動こう。ってどういう仕掛けだよ。まったく僕らの前に敵はない。あちらの偽物はどう。何も通じないなんてことはないはずよ。やりづらいわね。なんでここであなたが出てくるの。終わりだ。終わりだ。力を貸してくれ。これも策のうちだろ。承知した。邪魔だ。私の出番。最後に頼れるのはこの匂いか。見よ、勝負だ。いよいよ敵の策も尽きたようだ。梅雨晴れ、では任せたわよ。決着をつけるとしよう。任せてエーデルガルト。あなたたちの負けよ。時間が惜しい。任せなさい。少し休んで問題なかったわね。頼もしいわね。もっと派手にやってもいいのよ。まだだ。世界の瞬間を守らなければ。何がそこまで君を駆り立てる。決まってるわ。私たちの道を途切れさせたくないの。よくもまあここまで強くなったね、ラルバ。君の成長は喜ばしいことだ。なのにとても寂しい。まだまだこの程度じゃ満足できないわ。どうやら無事に戻ってこられたみたいね。本当に無事か。いろいろと理解しがたいことが起こっていた気もするが。ラルバ、エピメニデスは消え、私たちは元の場所に戻ってきた。それでいいんじゃないかしら。私たちが手を携えた結果というのは皮肉だけれど。そうだな。
それでこの後はどうするつもりだ。ここであなたを見逃すのはおそらく屈策だわ。でもあなたとクロードの協力があったからこそ私たちは戻ってこられた。それを用が済んだからとすぐに始末しようとするのは私のやり方に反するわね。俺としても気が進まないな。ここは一旦仕切り直しといくか。いいだろう。だが貸し借りはなしだぞ。もちろんよ。次も必ずや叩きのめしてあげる。悪いわね、エーデルガルト。私のせいで微妙な状況にしちゃって。本当よ、まったく思いもよらないことが起こるものだわ。そのおかげで俺たちは話すこともできた。全てが無意味ってわけじゃないさ。では俺はもう行く。またこうして話ができたらいいな。なら俺も戻らせてもらうよ。みんなが心配してるだろうしな。ええ、また会いましょう、ディミトリ、クロード。さて、私たちも行くわよ。懸念が当たっているならガルグマクが危ないの。先を急がないと。